everybody! How are you doing today? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？一緒に英語力、情報力アップしていきましょう。今日の学習テーマはこちら。今画面に映っているこのテーマを使いながら私たちの英語力、そして情報力、どんどん上げていきたいと思います。まずはじめに字幕を見ながらこのニュースの概要、アウトライン捉えていきましょう。次に字幕を使いながら難しい単語や表現をしっかりと覚えて単語力表現を増やすとともに内容もしっかり理解して情報力一緒に上げていきましょう。3番目は字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのか、リスニング力アップしていきたいと思います。4番目は日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力上げていくためにお手本の英語を真似しながら、そして発音、アクセント、どこに特徴があるのかポイントを捉えながら原稿を音読して実際に英語をたくさん楽しく話してスピーキング力どんどんアップしていきましょう。そしてまとめ、 Google 自動翻訳を使ってスピーチ力アップしていきたいと思います。今回のテーマからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じたのか、自分の言葉、自分の英語で相手に伝える実践的な英語力、一緒にどんどん伸ばしていきましょう。リスニングクイズ1問用意してみました。今画面に映っているこのリスニングクイズの答えもしっかりと聞き取れるように集中して見ていきましょう。それでは今回のテーマを使いながら英語力、そして情報力一緒にどんどん上げていきましょう。英検1級カジチャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、楽しいななんて思った方はぜひチャンネル登録、高評価、英語を学習しているお友達がいる方はこの英検1級カジチャンネル、お友達へのシェアなんかもぜひよろしくお願いいたします。よろしく頼む。それでは早速今回の学習進めていきましょう。Let's get it started。 それではまずこの左側のニュース、右側の英語原稿とともに見て概要を捉えていきましょう。 Let's check this out。 Baseball fever is sweeping the Kansai region after the Hanshin Tigers won the Central League pennant for the first time in 18 years and it sparked a shopping frenzy。 おめでとうございます。The Hanshin department store in Osaka opened its doors half an hour earlier than usual, but there were plenty of people already waiting to snap up commemorative goods. Fans could buy championship cakes for 1,800 yen, about $12 a piece, or all kinds of snacks already boxed and packaging to celebrate the win. For those feeling lucky, there were bargain price mystery fortune bags.My family was so pumped up last night, I couldn't sleep. I bought so much. The prices were really reasonable. I'm so happy we can have this kind of sale after an 18-year wait. I want to share this joy with our customers and make it a festival. One expert fromKansai University estimates that Hanshin's victory will boost the local economy by more than 87 billion yen, or about $590 million. さあどうでしょうか。字幕借りてこのニュース見てみましたけれども、ニュースの概要、そしてリスニングクイズですね。How much does Hanshin victory boost Kansai economy according to this news?このニュースによると、阪神の優勝がですね、関西経済にどれくらいの影響を及ぼすだろうか、潤すだろうかっていうのが、このリスニングクイズですね。このクイズの答えも分かりましたでしょうか。阪神18年ぶりにですね、ペナントレース優勝したということで、関西が大盛り上がり、大阪、兵庫が大盛り上がりっていう感じですけれども、このニュースを使いながら、私たちの英語力、情報力上げていきたいと思います。では、右側の原稿を使いながら、さらに詳細見ていきましょう。Baseball fever is sweeping the Kansai region after the Hanshin Tigers won the Central League pennant for the first time in 18 years and it sparked a shopping frenzy. ということで、この部分ですね。阪神タイガースがペナントレース18年ぶりに優勝ということで、この
野球熱ですね。野球熱が、まあ、関西圏をですね、まあ、席巻しているということですね。そして、この優勝によって、ショッピングフレンジー。フレンジーというとですね、これですね。フレンジー。熱狂。狂乱ですね。狂乱ですけれども。フレンジー。まあ、ショッピングがですね、好きな人たちに、を、まあ、熱くさせているというような感じですね。では、ここを覚えておきたい単語表現ですけれども。The first time in 18 years. で、18年ぶりにということですね。この18を入れ替えると何年ぶりという表現にできますね。The first time in 18 years. 18年ぶり覚えておきましょう。そして、frenzy ですね。狂乱という意味でした。これですね。覚えておきましょう。frenzy。frenzy。狂乱ですね。では、次見ていきたいと思います。The Hanshin Department Store in Osaka opened its doors half an hour earlier than usual, and there were plenty of people already waiting to snap up commemorative goods. ということで、阪神百貨店ですけれども、通常よりも30分早く開店したけれども、もうたくさんの人たちがですね、commemorative goods。commemorative、記念ですね。commemorative。この18年ぶりの阪神の優勝の commemorative goods。まあ、記念品を買い求めてたくさん並んでいると。いうことですね。Fans could buy championship cakes for 1800 yen, about $12 a piece. ということで、まあ、例えばですね、この阪神の優勝記念ケーキ、1800円、アメリカドルで12ドルぐらいですけれども、こういうものを買い求めに来ているということですね。さあ、ここどうでしょう？難しい単語表現、さささっと見てもですね、commemorative。ちょっと噛みそうになるぐらい長いですけども、commemorative。で、記念のっていう意味ですね。commemorative goods で記念品ですね。commemorative goods 覚えておきましょう。では次見ていきたいと思います。All kinds of snacks already boxed and packing to celebrate the win for those feeling lucky. ということで、まあ、この阪神の優勝にですね、あやかってラッキーですね。まあ、幸運を手にしようと、まあ、お祝いをしているそういう商品がすでに箱詰めされてパッケージングされていると。では、バーゲンプライス、ミステリーフォーチュンバッグスということで、まあ、特売価格ですね。ミステリーフォーチュンバッグスというのは、福袋のことですね。これですね。ミステリーフォーチュンバッグ。ミステリーフォーチュンバッグ。福袋ですね。特売の福袋なんかもあるというですね。そして、一人の女性が、My family was so pumped up last night, I couldn't sleep ということで、まあ、興奮して昨日の夜寝られなかった、家族で盛り上がったわって言ってましたね。I bought so much.The prices were a little reasonable ということで、まあ、値段が本当にリーズナブル。お手頃なので、so much たくさん買っちゃいましたという女性もいましたね。さあ、ではここ、押さえておきたい単語や表現ですけれども、mystery fortune bag、福袋ですね。mystery fortune というのは幸運ですね。bag、福袋。中に何が入っているかわからない。mystery fortune bag、福袋ですね。そして、So pumped up. I was so pumped up. Pumped up. で、興奮する。excited. 同じですね。pumped up. とても興奮しました。pumped up. 興奮するですね。覚えておきましょう。昨日の夜とっても興奮した。と女性が言ってましたね。では次見ていきましょう。I'm so happy we can have this kind of sale after an 18-year wait.I want to share this joy with our customers and make it a festival. ということで、阪神デパートの方がですね、18年待ってこのセールができるの本当に嬉しいということですよね。そして、まあお客さんと共にですね、joy、喜びを分かち合って、そしてお祭りのようにしていきたいってこう言ってましたね。One expert from Kansai University estimates that Hanshin's victory will boost the local economy by more than 87 billion or about 590 million yen ですね、これ。ダラですね、ダラ。ということで、ここにですね、リスニングクイズの答えが出てきますけれども、関西大学の専門家によると、今回の阪神の優勝によって、ローカル、関西圏の経済がですね、ビリオンは10億ですから、870億円、ドルでですね、5億9000万ドルぐらいブースト、押し上げられるんではないかと言われているということで、The answer for this listening quiz is, it is said that 阪神 victory will boost about 87 billion yen or $590 million
for、local economy 関西 region ということで、まあ、関西圏の経済をですね、870億円ぐらい押し上げるんではないかという試算もあるということですね。さあ、ではここ押さえておきたい単語表現ですけれども、どうでしょう。パーッと見て、見たことないな、難しいなこれっていうのはないですね。ブーストっていうのは押し上げる、高めるっていうんですね。ブースト覚えておきましょう。ビリオンが10億ですね。10億ですから、87ビリオンだと870億円ですね。ミリオン100万ですので、590ミリオンだと5億9000万ドルですね。さあ、では、このニュースから情報を得ました。そして単語表現もチェックして、リスニングクイズの答えもですね、確認しましたので、3番目。字幕なしでもう一度このニュース見てみましょう。今回は英語のリスニングだけでしっかりと内容を理解できるかどうか、しっかりとですね、集中して見て、リスニング力を高めて、情報力を高めて、英語、英単語、語彙力高めていきましょう。Let's try to understand every details of this news, but this time only listening English without subtitles. Let's try it. Baseball fever is sweeping the Kansai region after the Hanshin Tigers won the Central League pennant for the first time in 18 years, and it sparked a shopping frenzy. おめでとうございます。The Hanshin department store in Osaka opened its doors half an hour earlier than usual, but there were plenty of people already waiting to snap up commemorative goods. Fans could buy championship cakes for 1,800 yen, about $12 a piece, or all kinds of snacks already boxed and packaging to celebrate the win. For those feeling lucky, there were bargain price mystery fortune bags.My family was so pumped up last night, I couldn't sleep. I bought so much. The prices were really reasonable. I'm so happy we can have this kind of sale after an 18-year wait. I want to share this joy with our customers and make it a festival. One expert fromKansai University estimates that Hanshin's victory will boost the local economy by more than 87 billion yen, or about $590 million. さあ、どうでしょうか？聞き取れましたでしょうか？いろいろな英語をたくさん聞いて、リスニング力、そして関連する単語表現を覚えてですね、単語力、表現力も増やしていきましょう。では次はですね、音読練習行ってみたいと思います。今、左側のお手本の NHK ワールドの上手な英語を聞いたと思いますので、それを真似ながらですね、右側の原稿を音読して、スピーキング力上げていきたいと思います。やはりスピーキング力を高めようとすると練習しかありませんので、お手本の上手な英語の発音、アクセントをですね、しっかり真似て、真似をして、原稿をしっかりと声に出して、英語を話すということに慣れて、スピーキング力を高めていきたいと思います。視聴者の皆さんもですね、声が出せる方はぜひ一緒にですね、今画面の右側に映っている、原稿を音読していきましょう。それでは行ってみたいと思います。Baseball fever is sweeping the Kansai region after the Hanshin Tigers won the Central League pennant for the first time in 18 years and it sparked a shopping frenzy. ですね。まずこの部分、18年ぶりの優勝で関西、たくさんの人が買い物に出ているということですね。で、次行ってみましょう。The Hanshin Department Store in Osaka opened its door half an hour earlier than usual, but there were plenty of people already waiting to snap up commemorative goods. ということで、阪神百貨店、開店を30分早くしたけれども、たくさんの人たちが commemorative goods、まあ、記念品を買い求めるためにたくさん並んでいるということですね。Fans could buy championship cakes for 1800 yen, about $12 a piece. ということで、1800円。ドルで12ドルぐらいのですね、例えばこの優勝ケーキなんかが買えるということですね、買っていると。で、次行ってみましょう。 All kinds of snacks already boxed and packing to celebrate as a win for those feeling lucky. There were bargain price mystery fortune bags ということで、福袋なんかも持ってるし、まあこの阪神のですね、勝利にラッキー、幸運をあやかろうと、一緒に感じようということで、まあたくさんの商品が準備されていると。My family was so pumped up last night, I couldn't sleep. I bought so much, the price was really reasonable. ということで、
家族と一緒に興奮して寝られなかったという人とかですね。まあ、安い、お買い得なんでたくさん買っちゃったという人もいますね。ポンプタップ、興奮するっていうですね。受け身で覚えておきましょう。では次ですね、この部分。音読、一緒に行きましょう。I'm so happy we can have this kind of sale after an 18-year wait. I want to share this joy with customers and make it a festival.One expert from Kansai University estimates that Hanshin's victory will boost the local economy by more than 87 billion yen, about $590 million. ということで、まあ、阪神百貨店の人たちもですね、お客さんと一緒に18年ぶりの優勝を味わって、まあ、お祭りのようにしていきたいと。そして経済の関西ユニバーシティ、関西大学の専門家の方はですね、今回の阪神の優勝が、まあ、この関西圏の経済をですね、870億円以上押し上げるんではないかと試算しているということでした。さあ皆さんもしっかりお手本を真似しながら英語声に出しましたでしょうか。やはり英語を実際に話して慣れるというのがですね、スピーキング力アップの近道だと思いますので、しっかり声出していきましょう。では次はまとめということですね。Let's speak out the information we got from this news and our opinion by our own English ということで、自分自身の英語で得た情報や感じたことを相手に伝えられるようにスピーチ力アップしていきたいと思います。Google 自動翻訳を使うと家にいながらですね、この力を高めていくこと、ブーストアップ、高めていくことできますので、皆さんもぜひこの練習やってみてください。Google 自動翻訳を使いますけれども、今画面に映っている Google 自動翻訳、左側の言語を検出するという方を英語にして、右側の翻訳の方、日本語に設定します。これで入れ替えれますね。そしてこのボタン、音声入力による翻訳というボタンを押すと、ここが青く光ってお話しくださいと出ますので、英語で自分の思いや得た情報をスピーチしてみましょう。英語でスピーチすると、そのまま Google が聞き取ってくれて、左側に英語で文章化してくれます。右側にはその日本語訳、瞬時に表示してくれます。もう一度このボタンを押すと、スピーチ、聞き取りが終わって、右側に音声を聞くというボタンが出てきます。それを押すと、Google が聞き取った左側に表示されている英語ですね。自分のスピーチ。それを Google が今度音読してくれますので、スピーチが終わったら、一度自分のスピーチをですね、この音声を聞くというボタンを押して、聞いてみましょう。そして聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、しっかりと自分の英語の発音、アクセントが通じているのか、話した内容、使っている単語や文法がしっかり通じているのか、まず振り返ってみましょう。振り返ってですね、もし間違えているところ、伝わっていないところがあれば、この左側の英語ですね、画面上で修正できますので、間違っているところを正しく直して、そしてもう一度この音声を聞くボタンを押すと、正しい英語を Google が上手な英語でもう一度音読してくれます。それをもう一度聞いて、それを聞いた後は、次はしっかり伝わるようにですね、音読をする。左側の原稿を発音、アクセントに気をつけて、もう一度音読するという、この練習の繰り返しで、実践的な英語力がどんどん伸びていきますので、ぜひ皆さんも Google を活用して、このスピーチ練習やってみてください。ポイントは2つあって、まず1つ目は、スピーチを始める前にしっかりと情報や自分の思ったことを頭の中でまとめたりですね。まあメモで、メモ書きしたりして、しっかりまとめるということですね。この何を言おうというところがないと、英語でなくても母国語の日本語でもスピーチできませんので、しっかり話す前にですね、自分の考えや情報をまとめておきましょう。これが1点目ですね。そして2つ目は、one point in one sentence。一つの文章をできるだけ短くして、その中のポイントは一つだけということですね。このルールを守りながらスピーチするといいと思います。それでは、私もこのボタンを押してですね、このニュースから得た情報や感じたこと、英語でスピーチしてみたいと思いますので、皆さんもぜひ、try してみてください。Let's try to speak our opinion and information we got from this NHK World News. Let's try it.According to this NHK news, the Hanshin Tigers' victory will boost Kansai region's economy by about 87 billion Japanese yen. It was so good, I think. And I would like to say congratulations for Hanshin Tigers for its pennant race victory for first time in 18 years. I think
fans for Hanshin Tigers has been waiting for so long. But finally, they got this victory. So again, congratulations for Hanshin fans. And I think it is very good. This victory will boost Kansai's economy as well. I'm not so big fans for baseballs. So I don't feel something special for this victory, but I think big fans for Hanshin Tigers is so happy. In this NHK news video footage, one lady said she and her family were pumped up and she couldn't sleep well. So she was so excited, I think. So these things is what I feel and information I got from this news. こんな感じで、スピーチしてみましたけども、話したようですね。こんな感じで英語に文字化、聞き取ってしてくれます。右側にその日本語ニュースですね。日本語訳出ています。次はですね、この音声を聞くというボタンを押して、自分のスピーチ聞きながらですね、右側の日本語訳と照らし合わせて、しっかり通じているか。では、Let's check my original English speech. According to this NHK news, the Hanshin Tigers' victory will boost Kansai region's economy by about 87 billion Japanese yen. It was so good, I think, and I would like to say congratulations for Hanshin Tigers for its pennant race victory for first time in 18 years. I think fans for Hanshin Tigers has been waiting for so long. But finally,They got this victory. So again, congratulations for Hanshin fans, and I think it is very good. This victory will boost Kansai's economy as well. I'm not so big fans for baseballs, so I don't feel something special for this victory, but I think big fans for Hanshin Tigers. It's so happy. In this NHK news video footage, one lady said she and her family were pumped up and she couldn't sleep well.So she was so excited. I think, so these things is what I feel and information I got from this news. こんな感じで、スピーチを聞いてですね、どこがしっかりと通じているのか、通じていないのか、自分の発音やアクセントですね、しっかりと通じるのか、まず確認することができます。そして次はですね、この左側の英語、画面上で修正できますので、間違えている部分を修正してですね、もう一度このボタンを押して、Google の上手な英語を聞く。そして聞いた後はですね、実際に英語を話してスピーキング力も高めていかないといけないと思いますので、次はしっかりと伝わるようにですね、発音やアクセント、前に気をつけて音読をする。というこの練習の繰り返しで、どんどん英語力、実践的な英語力、身についていきますので、皆さんもぜひやってみてください。ではこの左側の英語、少し手直しをしたいと思います。こんな感じで英語を修正してみましたので、修正はもう一度聞いてみましょう。Let's check this revised English speech. According to this NHK news, the Hanshin Tigers' victory will boost Kansai region's economy by about 87 billion Japanese yen. It was so good, and I would like to say congratulations for Hanshin Tigers for its pennant race victory for first time in 18 years. I think fans for Hanshin Tigers has been waiting for so long.But finally, they got this victory. So again, congratulations for Hanshin fans. And I think it is very good. This victory will boost Kansai economy as well. I'm not so big fans for baseballs, so I don't feel something special for this victory. But I think big fans for Hanshin Tigers. It's so happy. In this NHK news video footage, one lady said she and her family were pumped up and she couldn't sleep well.She was so excited. I think, so these things is what I feel and information I got from this news. こんな感じですね。それでは、視聴者の方も一緒にですね、声の出せる方、この左側の原稿を音読して、スピーキング力高めていきましょう。それでは行きたいと思います。According to this NHK news, the Hanshin Tigers' victory will boost Kansai region's economy by about 87 billion Japanese yen. It was so good.And I'd like to say congratulations for Hanshin Tigers for its pennant race victory for the first time in 18 years. I think fans for Hanshin Tigers has been waiting for so long.
But finally, they got this victory. So again, congratulations for Hanshin fans. And I think it's very good. This victory will boost Kansai economy as well. I'm not so big fans for baseball, so I don't feel something special for this victory. But I think big fans for Hanshin Tigers, it's so happy. In this NHK news video footage, one lady said she and her family were pumped up and she couldn't sleep well. She was so excited, I think. So these things is what I feel and information I got from this news. という感じですね。皆さんもぜひこの Google 自動翻訳を使ってですね、スピーチ、自分の思い、情報、得た情報、自分の言葉でスピーチする。そして、それを改善して、もう一度話す練習をするという、この練習の繰り返しで、しっかりと自分の考えやですね、得た情報をまとめる力も上がりますし、そしてそれをですね、実際に英語で話して相手に伝えるという実践的な、スピーキング能力もですね、高まっていくと思いますので、皆さんもぜひ、Google 自動翻訳を活用して、スピーチ練習してみてください。いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力そして情報力アップしてみました。 Congratulations for Hanshin Tigers for its victory for the first time in 18 years ということで18年ぶりの阪神タイガースの優勝おめでとうございますということで関西の経済も盛り上がっているというようなニュースでしたね。皆さんは野球ファン阪神ファンでしょうか。引き続き英語力、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので英研究家事チャンネル英語学習に使えるな情報も取れるな楽しいなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope you could enjoy this video and we could learn a lot of new English vocabularies and expand our information knowledge thanks to this NHK World News.If you think so, please subscribe my channel and check other videos as well already uploaded on my channels, AKEQ Kaji channels. Please subscribe my channels and please give me good evaluation button. And if you have a friend who is learning English, please share my channels with your friends as well. Thank you very much. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.